おはようございます、千春ですでえー、と、面白いことを思いつきました朝は100問の徳シリーズをしようと思います朝は1000問の徳シリーズをしようと思いますえっ、ー、と今朝の4時45分です近くの公園に来ました朝はねとっても気持ちがいいです 鳥たちの声が聞こえてきます今日は朝は百問の読鳥の声をお届けしたいと思いますお聞きくださいでは今日も素敵な一日を